ベルボン FD43M です。雲台を買ってきました。これは今使ってる三脚です。メーカーは分かりません。これに先ほどの雲台を取り付けます。多分誰でも考えつくようなことだと思うんですけど、こんな感じのこういう雲台がついてます。アルミです。じゃじゃーん、これが雲台です。こんな感じです。ここをここにつけるんですね。こんな感じで取り付けちゃいます。動きます。でもここは動かしちゃダメなんですよね。ここは水平を取って取っ手を左に今回はつけます。大体右についてるんですけど、左につけます。よいしょ。おお、すげえ邪魔。取っ手が重なって邪魔です。ちょっとこの辺はずらしてつけます。ここで緩めます。そうするとこういうふうに動く。内側を緩めると横に動きます。これを止めてこんな感じですね。でも横に動かすと横がなかなか動きづらいですよね。最初は硬いらしいですけど、ぐる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 、あんまり速くは動かせません。